皆さんこんばんは。インスピリステニスクラブの佐藤かなです。本日のインスピチャンネルはかなチャレです。今回は、皆さんおなじみストラックアウトやっていきたいと思います。この人たちと対決をしていきたいと思います。どうぞ。どうもこんばんは、池田です。どうも林です。こんばんはストラックアウト、はい、やるんですか。やりますよ。やるんですか。なるほど。挑戦させてください。ストラックアウトやるって言っても何で狙いますか。確かに私はあのストロークで、ストローク何枚抜けるかチャレンジしてます。前のかなチャレでね、ストロークですね、コントロールでやって、9分割で、9分割やって。じゃあ僕は、僕といえばなんですけど、タピオカ。タピオカ、はい、タピオカ、タピオカといえばサーブというわけで、サーブで、サーブで、はい、おあのやろうと思います。なるほど。タピオカサーブですね。はい、得意の。僕はですね、中学校の時、走攻守三拍子揃った名二塁手って呼ばれてたんで、意外に投げます。ラケット持ってるのに。ラケット今日使わない。いやでも普通にやってもなんかちょっと面白くないんで、最下位だった人罰ゲームあった方がいいんじゃないかな。いいっすね、罰ゲーム。罰ゲーム、最高罰ゲーム。そうしましょう。そうしましょう。はい、皆さん、はい、タピオカ、タピオカ、あ、ありましたね、そんなもの。買ってあげたんですか。あれどうでした。実はあれ買ってもらってないんですよね。今回勝てば、じゃあ佐藤さんに勝てば、あのタピオカはなしということで。はい、ノータピオカ。ノータピオカ。ノータピですか。ノータピイエスラーメンで。というわけで、じゃあストラックアウトやっていこうと思います。はい、頑張るぞ。終了しました。お疲れ様でした。まあご覧いただいた通り、結果カリスマ YouTuber の優勝ということに、はい、なりました。美味しい結果となりました。ありがとうございます。池田さん元気なくないですか。いやちょっとね、でも2枚抜き2回されると心がちょっと無理、はい、悲鳴が
悲鳴聞こえました後ろから、イエーって。池田の悲鳴がピエンです。池田さんのタピオカカウンター今いくつですか？これで3タピですね。3タピですか？5タピ溜まると何かに進化するんですか？確かに。何に進化しますか？5タピ溜まると5タピ溜まる、カエルに進化する。カエルに進化するんですか？カット、カット、カット。まるっと使いますけど。5タピっすよね。5タピ1パフェ、1パフェ、1パフェで行きましょう。なるほど、はい。なんかここの近くにでっかいパフェのお店があるって聞いたんですけど、はい、マジですか？じゃあ5タピで、5タピで行けちゃりでパフェ行きますか？パフェか、行きましょう。はい、そこが食ってきます。そうっすね、はい。え？面白いコメント多分次の行けちゃりはあると思う、はい、ボキャブラリー増やしてるというわけで、あのストラックアウト対決ですね。あの勝てると思って投げたんですけど負けました。勝てると思ってさ打ったんですけど無理でした。勝てると思って打ったら勝っちゃいました。はい、というわけで本日の動画はカリスマ YouTuber の素晴らしい動画となりました。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ最新動画はこちらです。高評価ボタンも押してねー。